はい、こんにちは、まやちゃんねる前原です。今日はこちらですね。コロコロベースで買ってきたこちら、ベイブレードバーストのランダムブースターボリューム1です。はい、ということで、今やもう入手困難なランダムブースターボリューム1をコロコロベースで買ってきましたね。はい、まあこれ狙いで行ったわけじゃないんだけど、まあ行ったらこれがあったので買ってきました。4箱買ってあるので全部開けていきましょう。はい、ちなみにですね、トライデントヘビークロー、このレア、こいつ狙いたい。これをね、ぜひ狙いたいね。全部シングルレイヤーです。はい、デュアルレイヤーではないね。じゃあ早速開けていきましょう。はい、これ横開きだね、まさかの。おお、中にもこういう風に。おすすめ会場例だね。あ、なるほどね。トライ、こっちはトライデント。じゃあこのまま取り出して、あ、でもこれは一緒だから、これ見ないようにして、一つ目からいきますよ。せーの、ほい、スプリガン。スプリガンだ、これすごい。白プリガン、うん、僕の一発目、よっしゃ、せーのって、走る。あー、同じだ。一つ目いきます、せーの、ほい。うわー、三つ目。やばいでしょ。じゃあいきます、せーの、ペ。あ、ラグナルク。ラグナルクだった、トライデント出なかった、うん、じゃあシールなど貼って組み立てていきましょう。はい、はい、では今回出たベイを紹介していきましょう。はい、スプリガンウィングクローですね。これが三つ出ました。まさかのトリプル。トリプってしまいましたね。でもまあシールつけたのは一つです、あのかっこいいネタだね、うん、白プリガン、オリジナル白プリガン、ロック硬いし、そうだね。そしてもう一つがラグナルクウィングディフェンスですね。はい、これはちょっとロック柔らかめだね、うん、でも初めてうちにラグナルクが来ましたね、うん、はい、今回ウィング多いね。ウィング全部ウィングディスクでしたね、うん、今回はですね、こちらロストロンギヌスと対決させていこうかなと思っております。はい、あ、A ちゃんはシングルレイヤーの方やるのね。うん、分かった、じゃあパパがロストロンギヌスやります。はい、僕はソーダンチャブルでいきます。はい、スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。おら、おら、やっぱね、やっぱね、強い、強い。スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。おら、あ、でも、どうしよう、どうしよう、どうしよう。スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。計測だよ。バーストしないか。あ、でも、ロストロンギヌス強いな、やっぱ。僕はベイ変えて、スプリガン、ウィングクローにします。はい。3、2、1、ゴーシュ。お、お、結構当たれてるけど、やっぱ硬いね。硬い硬い。でも結構攻撃してるよ。あれ、スタミナなのに、スタミナがない。やっぱね。あー、同時だ。3、2、1、ゴーシュ。おっと、おっと、よし、あ、浮き流してる。あ、浮き流し。やっぱ強いか、スプリガン強いか。あー、負けた。3、2、1、ゴーシュ。ちょっと最後は強力にシュートしたけど、これじゃ意味なかったかな。そうだね、斜め打ちしないとダメ。ただね、斜め打ちしなきゃいけないんだね。その分もでもまあ低速シュートみたいな感じになったかな。うん、そうだよ、ね、最終的にね、ここまで当たらないから低速シュートです。低速になったね。おい、勝ったかな。はい、ではベイ変えて、私がラグナルクウィングディフェンスに変えます。はい、ロストロンギース9スパイラルでやります。はい、3、2、1、ゴーシュ。力入る、やっぱ結構計測気味だけどね、ロスロンギヌスは。でもやっぱ斜めに入ってるからあれかな。おお、ラグナルク、スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。おっと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 、お、すげえ大きな攻撃いっちゃった。うち、でも真ん中にとどまりました。まだ安定してる。これ最後のロストロンギヌス計測攻撃耐えられるか。バーストしないな。そうだね。おー、またラグナルク。3、2、1、ゴーシュ。あれ、撃った。おー、じゃあベイ変えてスプリガンウィングクローで最後のバトルいきましょう。はい、3、2、1、ゴーシュ。
3、2、1、ゴーシュー。おー、すごい。手作いけ、手作いけ。おー、やっぱりだ。手作強い。すごい。3、2、1、ゴーシュー。おっと、すっげー、また当たったの。うわ、結構飛ばされるな。うわー、やられた。やっぱりドストロンゲス強い。はい、ということで今回はベイブレードバーストのランダムブースターボリューム1でした。はい、ということで今日の動画面白かったなとか楽しかったなとか、痛かったということで今日の動画面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、シングルレイヤー結構硬かったからさ、時代的にもしかしたらロストロンギヌスに対抗できるかなと思ったんだけど、そんなことなかったね、強かった、素晴らしいですということで今回は以上でございます。バイバーイ。